はい、皆さんこんにちは。ワークベンチの制作の第7回目、8回目、7回目かな、です。今回はですね、いよいよホールドファストを作ります。それで今回そのホールドファストを作るための材料としてこれを用意しました。住宅の建築金物のホールダウン金物というものなんですけど、家の基礎のコンクリートと柱を固定するための、アンカーボルトなんですね。このサイズが16ミリ、太さが16ミリで、長さはいろいろあるんですけど、ネジを切ってないところで500ですね。この部分だけネジ切りがありますから、ここは使わない、ここは切り落とします。これちょっと長いですね。もう少し短くして調整するかもしれません。16ミリの太さのこの鉄筋、この丸棒がですね、これが比較的安く手に入るんですね。普通に、これ軟鉄なんですけど、硬い鉄ではないですが、これを16ミリの丸棒が、ネットで買うと送料込みで結構かかるんですね。で、普通のホームセンターで16ミリの鉄丸棒って売ってないんですよね。で、比較的手に入りやすいということで、このホールダウン金物、これホームセンターで売ってます。1本400円弱ぐらい、300円台後半ぐらいで、通常売ってるものです。長さによりますけれども。はい、というわけでこれでいよいよホールドファストを作っていこうと思います。さあ、できるかな。
ホールドファストの制作の3日目です。最初に作ったのがこれ ですね。ちょっと火力が足らなくて、ここの潰れ方が少ないですね。で、火力をもっと強くして改良して作ったのがこれです。これ結構うまくいきました。こんな感じで、でこれでいいと思ったんですが、ちょっと問題がありまして、ホールドファストを使うときにこう穴に差し込んで、ここで材料をこう固定するんですけど、こんな感じですね。で、このここの角度が悪いんですね。厚い板の時はここの、この棒のまっすぐのところでこう止められるんですが、これが薄い板になるとこうまあこの厚みがないんでね、これの厚みがないんでこうなってしまうんですけど、実際はこのぐらい、ここまでしか、この厚みまでしか挟めないんですね。この止める位置をもう少し下にしないと固定できないということが分かりました。薄い板を固定するときはここの曲がり始めのこの位置よりもこの止める位置を下げなきゃいけないですね。でこれを直します。
はい、3回やり直してやっとできました。全部形が違います。全部同じ形に作るっていうのはちょっと無理ですね、素人なので。でも一応ちょっと試してみたんですけど、ちゃんと機能しますね。ここ見ると分かるんですけど、ちょっとこう食い込んでいくのが、はい、これでもね、手で叩くだけでも固定できますね、ある程度は。ちょっと別のやつでも試します。これは非常によく効きますね。他のこの形状が良かったのかもしれません。これ一番うまくできたやつですね。ここの角度ですね、ここの角度は何度かっていう、そういう疑問を持たれる方がもしいるかもしれないんですけど、これね、適当です。私は何も測らずに目分量でやりました。で、ここのバーの部分とこう当てた時に、ちょっと今皮を張ってしまったんで見えにくいんですけど、ここのバーに対して少しこう前へ倒れてます。で、穴にドッグホールに差し込んだ時にこうギュッとこうなるんですよね。こう傾くので、でしっかりこう少し前を下げて作ってます。はい、はい、それとあとこれの錆止め、私はいつも鉄の錆止めは黒錆加工をするんですけど、クエン酸と紅茶を混ぜたものに、まあ、一晩つけておくと大体黒くいい感じに黒錆がつくので、本当はそうしたかったんですけど時間がなくてですね、今日はちょっと油焼きというのに挑戦してみました。初めてやってみました。普通のサラダ油とかでもいいそうです。植物性のオイルを私は使ったんですけど、でこういう黒焦げにするんですね。フライパンが黒焦げになるように。でこれでまあ一応錆びないはずです。でまあ油焼きは難しいですね。ムラになります。非常にムラになるんですけど、黒いところと茶色いところとちょっと焼きすぎて青いところっていうのがありますね。この辺が一番綺麗に焼けました。この辺ちょっとムラがありますね。あともう一点ですね、このこの穴なんですけど、ドッグホールと呼ばれるこの穴、このドッグホールなんですが、これ18ミリで開けました。以前の私の動画でホールドファストは16ミリのこの金属ボルト、金属丸棒に対して19ミリの穴にしたいって言ったんですけれども、19ミリの木工用のドリルビットが見つかりませんでした。これ普通売ってないみたいですね。特殊なやつが多分ネットにはあるんじゃないかとは思うんですけど、ちょっと近所のホームセンターにはなかったですね。15ミリ、18ミリ、21ミリっていう、だいたい3ミリ刻みで、それが規格みたいですね。ですからこれ18ミリです。でこの上になると21ミリになってしまうんで、21ミリだとちょっと16に対して21だとちょっとね緩すぎるんではないかと思って、一応18ミリでやりました。それとですね、これ元メッキがしてあって、グラインダーのペーパーでこれ全部メッキを剥がしました。まあだから多少ね、これ16ミリよりも少しは
細くはなっているんではないかというと思います。あともう1点、この穴はですね、使っているうちにだん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 こう口がこう広くなっていくんですよね。これもともとのこの作業台のに使ったこの木の材料は 2x4 の材料で、針葉樹の柔らかい木です。ですからこういうところは多分だん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 こう広がっていってしまうんですよね。ですからまあ21の最初から広い穴を開けてしまうよりも18ミリで少し小さめの方の方がまあ後から直しも効くしと思って18ミリでやってみました。で、今実際にこれ全部固定を試してみたんですけど、4本全部形状が違うので多少このかかりの悪いやつはありますね。叩く位置によって、これ一番うまくできたやつなんですけど、こいつ、これは普通に叩くと固定できます。ですけど、どれだか、これなんかこれちょっと形状が少しここ頭がここ膨らんでしまったんですけど、これの場合はですね、入れてこの位置から斜めに叩いてやらないと固定がうまく、ここが効かないですね。まあそういう一個一個個性がありますね。個性的なホールドファストができました。これ以前に実験的に作ったホールドファストです。形は変なんですけど、でこれは12ミリのボルトなんですね。ここに15ミリの穴が開いてます。でこれ12ミリのボルトで、これがですね、非常にこう締まりがいいんですよね。私は一応16ミリのこの鉄筋、鉄丸棒、丸鋼と言われるものを使ってホールドファストを作ったんですけど、これ多分ですね、もうちょっと細い方が使いやすいんじゃないかと思います。16ミリ、この16ミリだとですね、ここのしなりがね、もう全くないんですね。全然しなりません。もうガッチガチです。これよほどの怪力でないと曲がりませんし、まあちょっと焼きを入れたんで硬くはなってるとは思うんですけど、それにしてもね、もう全くこういうしなりがないんですよね。でそれに比べてこの12ミリだとこう多少のしなりがあるんですよね。でここの差し込みのところもこうしなりがあるので、こうバネの力のような感じで固定がしやすいですね。これかなりしっかり固定できます。そう考えると、このあえて16ミリっていう太い鉄筋を使わなくてもですね、13ミリ、16の下13ミリがあるんですよ。この13ミリの丸鋼、鉄丸棒っていうものだったら普通のホームセンターに売ってますんで、13ミリで作った方が作りやすいし、固定もしやすいんではないかと思います。そうだ、もう一つありましたね。これ鋼とかではないんですね。刃物のような硬い鉄ではないんですね。これですね、鉄を800度ぐらいまで熱して、で急冷すると、水にジュッとつけて急冷すると焼きが入るんですよね。これ焼き入れになるんですけど、多分800度までは上がってないんじゃないかな。この焼いた時の鉄の色で大体わかるらしいんですけど、そこまでは上がってないと思うんですよね。このホールドファストで使う
分には焼き入れは必要ないと思います。でまあただそのまま自然に一回熱したものをですね、自然にそのまま放置して自然に常温になるまで戻すと焼きなましになってですね、生蔵になってしまうんですね。でまあ一応すぐというか、まあ水ですぐに冷やしました。まあ多少の焼き入れは入ってるのかな、ちょっと金属加工に詳しくないのでわからないんですけど、まあ多分そんなに焼き入れというほどのものではないとは思います。でもしですね、その鋼のようなものを焼き入れした場合は、その後で焼き戻しっていう作業をしないと割れやすかったり脆くなるんですよね。硬くはなるんですけど、焼き戻しを一回やらないとですね、粘りが、金属の粘りが出ないので、本当は焼き戻しをする必要があるんですけど、この、まあ、ホールドファストは鋼でもないし刃物でもないので、このままです、このまま使えます。逆にですね、多少柔らかい方がこう弾力があって材料を固定するときにはいいんじゃないかと思うんですけどね。はい、初めて鍛冶屋さんの仕事を真似してみたんですけど、面白いですね、非常に。もう多分しばらくやることはないとは思うんですけど、非常に楽しい時間でした。はい、あともう一点、今日私がやったような作業をする場合は火の取り扱いには十分注意してください。一応私は安全対策をした上でやってます。本日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。